めっちゃ凪です。今日はちょっと釣りやすいですね。今日は火曜日です。火曜日だけども日曜水産頑張っていきます。よし、あ、外れた。よし、OK、よいしょ。はい、準備終わりました。今日はですね、いつも通りヒラマサ、ブリ、アコウ、イカ、この辺りをね狙っていきたいと思います。今日はね、ナギだから非常に操作、ボートの操作しやすいですね。さあ、今日も頑張ろう。地元のおじさんが漁をしてますね。あの辺でやらないようにしましょう。邪魔をしないようにね。これが第一。はい。やっとおさ。よし、じゃあガーミン。いきなり空ぶかし。OK。よし。2.6 メートル。3.1。よし、この辺で行ってみようか。じゃあ最初まずエギングやってみたいと思います。よっしゃ。じゃあ、いきなり鉄板でいきましょうか。これよく釣れますね。パタパタ。よし。ダメですね、今日は。
やっぱ外海に出てんだろうね。今6月ですから。あ、いるね、一人。私の人は一人。黒狙いでしょう。一人ぐらいかな。あ、今日平日じゃけんね。わあ、おる。キビナゴ。すげえ。キビナゴの群れ。すごいね。失敗した。これ昨日スーパーで4割引きでした。よし。おいしい。今日はカヤック部隊の人も誰も来てないね。いいんじゃない？おお、いいじゃない。おお、来た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 。おお、これはまさかな。よし、よし、来た。おっしゃ、ひゅひゅひゅ。おお、おい、来た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 。でかいなこれ。よっしゃ、来た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 。オッケー。ゴリかなこれ。よし。平間さん、頼む。無理かな。無理か。よし、OK。よし。無理だな。はい。引いたけどね。50、50、51センチ。よし。よいしょ。ちょっとね、しかし今日ナイフ忘れちゃったから。これでやろうか、ちょっと。よし、オッケー、出した。Thank you.
おお、開いてる開いてる開いてるね。開き出したよ。いいじゃない、ワクワク、開いてる開いてる。おお、ええんじゃない、来るんじゃないこれ。ほいほい、豚にも釣り出して、なんか結構釣り出したね。来た来たよ、オッケー、来たね群れが。よっしゃー、これもハマチやろね。結構このグラップラー強いから楽勝で負ける。あーでも引く引く、いいね。よし上がってきた、よし上がってきたぞ、よっしゃ走る、やばいね、ボートの後ろに行った。はい、よし来た、よし、結果引くね、結構強いよ、よし来て、よし来い、よし、よっしゃ、元気よかったけどそんなに大きくない。よし2本目、小さいなこれ。一応測ろうか、47。今日はまだ今のところ2本ですね。ヒラ来んかな、ヒラ、まあめっちゃ快適今日、すごい気分いい。今日は30度超えると思うんですけど、気温は海の上はね程よい風が吹いていてめっちゃ快適。ちょっと深めに来ました。この辺でちょっとやろうか、よっこしょ。パラシュートなんか今日はあんまり必要ないような気がしますが、やってみます。よし、でもちょっと流されてたもんな。来たぞ、おいしゃ、オッケー、ヒラじゃないかこれ。
元気がよろしい。元気が良くてよろしいよ。よし。来たなこれ。おい。方じゃない。やっぱ地合いなのかな今が。よし。60あります。そろそろお昼になりますね。今日8時から今12時前なんですけど、4時間ぐらいですか。なんでまずまずの出来かな、まあ、僕にしたら釣れた方これぐらい釣れたら文句ない。ヒラマサも来たしね。ヒラマサちかもヒラゴじゃけど、よし、じゃあ行こうかね。ちょっとバッテリーを積み替えようか。それじゃあまた。